皆さん、こんにちは。本日は数 1A センター試験2017の第2問の1の問題やっていきたいと思います。早速始めていきましょう。今回は ABBC、ABC が与えられてますので、こんな感じの三角形かけて、予言定理を使ってあげれば、 はい、AC の値、ルート6というふうにすることができます。そしたら次、制限定理を使ってあげましょう。そうすることによって、サインの DAC、この部分が4分のルート6プラスルート2。こんな感じにすることができます。カッコ2です。カッコ2、ABD の面積が6分のルート2っていうふうに書いてありますので、まず ABD、これっていうのはそもそも2分の1かける AB かける AD。 かけるサインの bac で表すことができる。で、それが6分のルート2っていうふうに条件がありますので ab かける ad 求めることができます。ここで、はい、ab の値、ab の値はルート3-1っていうふうに分かってますので、こんな感じで計算ができて、約分してあげることによって ad の値は3分の2というふうに答えることができます。予言定理、正弦定理の問題、うまく式変形、何と何がイコールなのかなっていうのを押さえて計算をすると良いでしょう。 それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。